デリケアエムズ提供股間戦士エムズーン第2話もう一人のヒーロー現る。人々の股間を襲ったかゆみ魔人ムレテール、エムズーンのクリーンも底をついた。果たして夏場の人々の股間はどうなってしまうのか。くっ、どうすれば。15グラムよ。ん、15グラムよ。この声は大容量35グラム。ガシャンコカン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 。ご自宅でしっかり治療したい人にもとってもお得、大容量のエムズーン35グラム。待たせたな、15グラムよ。大容量兄さんよ。大容量、そこの赤パンツ、もうお前の好きなようにブレブレさせない。っていうかお前らずっと俺の名前間違えてるもれ。必殺大容量、大出る出るとは聞いていたが、こんなに出るとは。さすが大容量兄さん。からの股間という股間に真心込めて百裂ロケット塗り。キックキックキック、とどめのキクキクキック。爽快爽快、そら爽快。エムズーンありがとう。そろそろ5時なので帰ろう。15グラムよ。はい兄さん。世界の股間は我々が守る。君たちは両方容量を守るんだ。最後にうまいこと言いやがって。股間戦士エムズーンは股間に平和を、デリケアエムズの提供でお送りしました。